皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、100均で購入してきたものがあるのでそちらを紹介していきたいと思います。今回ですね、コットンがなくて行ってきたんですけど、コットンもう開けてコットン入れに入れちゃったので、まずコットンと、あとはこのネイルカラー落としコットンっていうネイルカラー落とす専用のコットンみたいなのが売ってたので、これも買ってきてみました。なんか強めのコットンらしくて、ちょっとボロボロしにくいものらしいです。次もリピ買いしたものなんですけど、こちらのウエットティッシュです。これは本当にもう動画に何十回と出てきてる、ちょっと思ったかもしれないけど出てきてるものなのでわかるかもしれないんですけど、なくなったのでこのキティちゃんのものを買ってきました。ハルピアスのシールの方です。これもなくなりそうだったので買ってきました。ハルピアス最近ちょっとなくす癖をね、ちょっと直そうと思って真剣にちゃんとケースにしまって保存しているので、今日はこれだけ買ってきました。次がこちらです。パフ、使い捨てパフになります。この三角形っていうやつで、こういうやつが好きなのでこれを買ってきました。本当に100均のパフだと使って捨てられて、すごい衛生的にもいいので、これをいつもずっと使ってます。次からがニューフェイス的な感じなんですけど、まずはこのペーパーナプキンを買ってきました。キュート柄ダイってやつなんですけど、ネイルの動画とかにするとき背景結構ごちゃってたらちょっと見にくいかなと思ったんですけど、私こういうのが好きなのでこれを買って背景とかにして使おうかなと思って買ってきました。これ動画にしたいなと思って買ってきたものなんですけど、 BB ファンデーションスプレーっていうやつのオークルを買ってきました。これね、ここにねデカデカと300円って書いてあるんですけど、これが私は読めなかったんですかね。レジに持って行って300円商品になりますって言って、ってなっちゃったやつです。300円の価値があるのかどうかっていうのを調べたくて買ってきました。次がこちらです。ピンクのバンダナを買ってきました。今度16日かにランページの出るダムチャンネルライブみたいなのに行くんですけど、その時にこう首に巻いてこうかなと思って買ってきました。色と白と黒しかバンダナ持ってなかったんですけど、着てこうと思ってる服が白と黒なので、バンダナぐらいピンクにしようと思ってピンクを買ってきました。ダイソーのね、ガールズトレンド研究所のもので、これの他にもたくさんカラーが5色展開ぐらいかなあったんですけど、私的にちょっとなんかこの色とこの色合わせるのちょっと微妙じゃないみたいな多くて、これを買ってきました。私今お部屋を大改造、劇的ビフォーアフターみたいなことやってるんですけど、それに使おうと思ってこの、ウッド調味料ケースっていうこれと、あとこの木材インテリアトレーライトブラウンっていうやつを買ってきました。これはベッドサイドにこう置いてパックを入れようと思って買ってきて、これはアクセサリー置きにしようと思って買ってきました。こんな感じです。そういえば私黒髪の動画これでおしまいぐらいかも。皆さんも気になるものがあったらぜひぜひチェックしてみてください。それではチョコバナーでした。バイバーイ。